どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA がですね2023年の国際線路線の便数計画決定についてということで、 ANA のニュースがですね発表されておりますので、本日はねこちらの解説を速報でねやっていきたいなと思います。ということで、公式サイトはですねこんな感じになっておりまして、 ANA ニュースということで2023年度国際線路線便数決定についてということで、ホノルルニューヨークソウル線増便しますということで、今回の動画ではですねニューヨーク路線ね中心に話していくんですけども、ホノルルニューヨークソウル路線ですね、こちらね増便されるっていう風になりますんで、今回の動画ですね羽田ニューヨーク路線に関してなんですけども、増便されて、またね今ねビジネスクラスファーストクラス往復ともにですね ANA の特典航空券で発券しやすい状況が続いておりますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、2023年の4月の20日よりですね、2020年3月ぶりにですね、エアバス A380 機がですね、フライングホヌが毎日運航をね、するっていうことが発表されたんですよね。こちらね、非常に楽しみにされてた方もね、いらっしゃるかななんていうふうに思うんですけども、こちらがですね、2023年の4月20日よりですね、毎日運航が再開されます。で、またですね、東京ニューヨーク路線ですね、3月から10便運行にねされるっていう風になっておりまして、また2023年の9月よりですね4便増便されて、毎日ね3運行されるっていうことが発表されたんですよね。ということで、9月からですね東京羽田ニューヨーク路線ですね、新しい便がね運行されるっていう風になりますんで、冒頭にも言った通りですね、今現在ですねこの ANA の東京羽田からニューヨーク路線のビジネスクラス、ファーストクラス、もちろんエコノミークラスもですね非常にね取りやすいっていった形になっておりますので、ぜひね検索してみていただければなというふうに思うんですよね。すでにですねこちら今日発表されて、もうツイッター等々ではですねこの情報かなりね出余っておりますので、取られてるね座席ももちろんあるんですけども、この動画ね作ってるのは本当にこの動画を出したね1時間半ぐらいにね作ってるわけなんですけども、今現時点でも ANA のビジネスクラスファーストクラスね共に空席ね普通にねこのように取れるっていう風になっておりますので、ぜひね ANA マイル保有されている方はですね検索してみてください。でね、見ていただければわかる通り、ビジネスクラスはですねザルームが設定されておりまして、ファーストクラスはザスイートがね設定されているっていう風になりますんで、いやね私も2021年12月になりますけども、こちらね初めて ANA のねザスイートを利用させていただいたわけなんですけども、まあもちろんねザルームも本当にね個室感があってね非常にいいビジネスクラスなんですけども、このザスイートっていうのもですねまたね違った個室感のあるねこのファーストクラスね非常に良かったですので、ぜひね体験してみていただければなと思うんですよね。このね ANA のねビジネスクラスファーストクラスがねこれだけ取りやすいっていうのは、やはりね新しく便がね創設されたっていう風になりますんで、なかなかねないんですよね。やはりビジネスクラスファーストクラスっていうのは ANA の場合はね食いすぎ待ちに、ね、なってることが非常に多いので、まあ、こういった感じでね利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね検索してみていただければなと思うんですよね。私もねちゃちゃっと調べて、ビジネスクラスをファーストクラスもね共に検索ねヒットいたしましたので、ぜひね利用してみていただければなと思います。またですね必要マイル数がね両方ともビジネス両方ともファーストとかでね取ってしまうと、まあ、必要マイル数がね結構膨れてしまう部分がねあるかなというふうに思いますので、まあ、行きファーストクラス帰りエコノミークラスとかね、行きビジネスクラス帰りエコノミークラスとかね、まあ、こういったねクラス混在とかでね利用していただくのもね結構いいのではないのかなと思います。もしね行きファーストで帰りエコノミーでね利用していただくと、まあ、こういった感じになるんですよね。必要マイル数ね10万マイルまで抑えることができるっていう風になりますんで、もしね行き羽田空港からねファーストクラスとなればですね、 ANA のねスイートラウンジなんかも利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね出発までゆっくりね過ごすことができるっていう風になりますんで、この時間帯の出発便ねいいですよね。今までね ANA の東京からねニューヨーク路線っていうのは、まあ、10時20分とか確かそのぐらいの時間帯だったと思いますので、まあ、どんだけね早く行ったとしても、まあここまでねずっとダラダラいるみたいな、
まあそういったことができなかったわけなんですけども、まあこのね、10時55分のね、出発便であればですね、かなりね、早い時間帯に行って、まあゆっくりするみたいなね、まあそういったこともね、できるっていう風になりますんで、これはね、いいですよね。で、到着はですね、22時50分にね、ニューヨークの JFK 空港に到着するんですよね。ですんで、入国とかね、終わると、まあ23時とかね、過ぎてきてしまう部分がね、あるかなと思いますので、まあ到着した後はですね、電車とか使わずに、まあできればね、タクシーで、イエローキャブかね、ウーバーとかでマンハッタンに向かっていただくのがね、いいのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、このね、夜の便に出発っていうのはね、かなりいいですよね。で、帰りの便はですね、深夜2時。発っていう風になりますんで、これもね、また心配な時間帯っていう風になりますんで、まあ基本的にはね、この便を利用する場合はですね、JFK 空港からマンハッタンまでの行き来はですね、タクシーでね、利用していただくのがね、まあ安全でね、いいのではないのかななんていう風に思いますんで、イエローキャブもしくはウーバーでね、利用していただければなと思います。まあこういった感じになっておりまして、ANA マイルね、持っている方はですね、ぜひね、ここまで取りやすくてね、利用できるっていうのはなかなかありませんので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。で、私の動画でね、非常に言ってると思うんですけども、燃油サーチャージね、ANA マイルで ANA 発券した場合はね、かなり高額ですっていう話をね、させていただいてるんですけども、まあ、こちらにね、出ている通り、諸費用はですね、ファーストクラス行き、帰りエコノミークラスでも、111,420円ね、かかってくるっていう風になりますんで、まあ、ここはね、ぐっとこらえていただくか、まあ、もしくはね、乗り継ぎ便とかある方はですね、そういったのを設定していただいて、またね、燃油サーチャージがもし下がったらね、こちら変更していただければ、まあ、その時のね、燃油サーチャージっていうのは、発券する時にお金がかかるっていう風になりますんで、もし乗り継ぎ便がね、1便でも変われば、またね、返金とか受けることができるんで、まあ、そういった感じでね、利用していただくのもね、いいのかな、なんていう風に思うんですけども、ザルームザスイートね、利用できる、まあこういったね感じで簡単に取れるっていうのはね、本当にない機会っていう風になりますんで、まあちょっとね、ここを押さえてもね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回ですね、 ANA が2023年度国際線路線便数決定ということで、 ANA ニュースをね、更新いたしましたので、動画ね、やらせていただいたわけなんですけども、こちらね、コミュニティ欄でもね、発信させていただいたんですけども、まあ、今回ね、東京からニューヨークの往復、燃油サーチャージね、取れるけど燃油サーチャージは高いっていうね、話をさせていただいたんですけども、こちらね、マニラ発券で東京乗り継ぎのニューヨーク往復にね、していただくと、こちらね、ファーストクラスで発券しても、燃油サーチャージかかんないんですよね。1万5000円ぐらいの諸費用で発券することができるっていう風になりますんで、まあね、燃油サーチャージがね、かからないっていう点ではですね、非常におすすめなんですけども、まあ、マニラまで行かなきゃいけないんで、まあ、こういう使い方をする方はですね、なかなかいらっしゃらないかもしれないんですけども、一応ね、参考程度にですね、利用、覚えておいていただければなというふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too.